はい、フォールアウト76、続きやっていきたいと思います。本日7月21日金曜日になります。よろしくお願いします。アトミックショップ確認していきましょう。無料解体キットということで、なんかアトミックショップまあ特にないよな。まあいや、行きましょう。はい、アドベンチャー。まあそんな感じで前回パート以降ね、ちょっとね、ファーストの方で、ちょっと進めたりしてね、進めたっていうか、ウィークリーの方を消化したりとかね、まあワークショップに関して、ワークショップちょっと一つちょっと追加でやったりとかね、あと一回ワークショップ加工するだけで、ウィークリーの方は達成するかな、そんな感じかな。あと、ブラッドイーグルもちょっと2、3体倒したかな。まだまだ足りんけどね。まあやっていきましょう。はい、セカンドね、チャン294になっております。クラビリレリッシュないよね。What the f-ちょっと動こうぜ。セカンドちゃん。よーし、スタックしちゃうからな。よし、じゃあ、本日もやっていきましょう。何？なんか今飛んできた気がするんだけど。はい、まあそんな感じでポキリ。ポキッ。ポキッ。はい。ですね。どっかチームカジュアルはねえじゃん。まあいいや、別に。はい、そんな感じ。NPC ベンダーにリボアイステーキを売る。イベントを兼ねするグールの足に重傷を負わせる2。フェラルグールを倒す10。ワークショップまたキャンプにタレットか罠を作成する。まあこれは今、この瞬間やっちゃおうか。うん。そうね、そうしよう。いや、その前にまずこっちっか。グールの足に重傷を負わせて、グール倒しまくるみたいなね。そろそろええやろ。オッケー。まあ、どっかワークショップ確保しに行こうぜ。よし、ちょっと起きてもろて。食事、食事。大量に食事あるからね。オッケー。じゃあ、PA 出していきましょう。ドンと。はい、ですね、前回パート1個、ガトリング缶、めちゃくちゃ作って、あと、セカンドこれ作って、ファーストも作って、結局できずにね、少々500達成しちゃった感じですけど、まあ、まあ行きましょうや。グール行きましょうや。フレディ、フィア、恐怖の館、まあ家ということでね。ここで、足狙ってこうぜ、足。まあいつも使ってるプラズマコアのさ、やつだと、まあばらけるんで、まあミニガンちょっと持ち替えて、ちょっとしゃがも？ちょっとしゃがも？武器出して、カメラなってな、スパミューの、スパミュー装備したままだからな。オッケーオッケー。足足足足足。うわお。オッケー。え、いいよね。グールの足破壊来たよね。足重傷に、オッケーね。あとはもう殺すだけ。あら、行くぞー。光しもの硬えなー。うわ、大量じゃん。あとまだこっちにもいるだろ。ヘロー。ヘロー。いねえな。ちょっと安全なとこ行って、ここでいいか。ちょっとしゃがんで。いいね。オッケー。じゃあ次の場所行きましょう。リブアイステーキー。リブアイステーキー。は、探索チームだって。はい。Oh yeah.
高所になってるけど、なんか近くいんのかね。 OK。 まあまあ行きましょう。フェラルグールももうちょいだしな。ね、ウェイワードのところのさ、あの横にさ、あのリブアイステーキの肉が落ちてるよね。あるよね。お、いるわ、いるわ。ちょっと一体いただいていきましょう。オッケー。逃げろー。あ、ここ誰かの家なのかな？これ何？水？あ、なんかジャイアントティーポット出てんな。まあ、いいや。はい、ですね。あと、どっかワークショップ確保しに行こうか。わ、さすがにここやっぱドリーソッツ来てんな。じゃあ、ベックリー鉱山店のとこ行きましょうか。ここが結構、結構っていうかほぼ 100% じゃねえかな。100% はないと思うけど、たまに、どうだ、虫の時もあったかな。まあ、ほとんどグールだと思うんで、まあ、そこでグールの、殺害、10体、4体ぐらいけんじゃねえかな？知らんけど。多分そんな感じの。あれは？レーダーシーフ。向きがわからん。こっちでいいのか？こっちでぐるっと回って。で、ワークショップ確保して、ワラトラップだっけ？まあ、いつもいるよな、お前。ファーストでも戦ってきたんだよね。ガッツイー。オッケー。で、あとさ、鉄分解のやつあったよね。はい。どうだ？リベレーター。まあ、鉄系が入手できるからいいんじゃないの？うわわわ、ちょっと HP やべえんだけど。ドキドキしてんだけど。あ、ちょっと危ない危ない危ない。何何何？オッケー、ヒューズだって。うわー、またちょっと走れなくなってるバグだ。たまにあんだよね。まあまあ、これでちょっと終わりだと願おう。はーい、オッケーオッケー。なんか走れんくなるよね、たまに。で、加工確定、加工するから、あと4体と、タレットか罠、ちょっと作っちゃおう。で、これでこれ達成できるからね。はいはい。はーい、オッケー。ワークショップを獲得する。あと、このウィークリーの方も達成するね。はーい、ワークショップ獲得する。ねえ、じゃあ、ちょっと。罠ありました今。罠。トラップだっけ？トラップ。D。これ。オッケー。おい、じゃあまあ、あとは、フェラルグールと鉄を含むジャンクと、リブアイステーキがあるから、一回自宅に戻りましょう。誰か来てんで。マーロン来てるで、マーロン。知らんけど。はい、自分のサバイバルテントに飛んで、そこで調理しましょう。はーい、まあそんな感じでね。まあ今回も、ね、速攻割れるんじゃないかな。まあ、終わったら終わったらディアボロ4するか、そんな感じなんだけど。発売日からやってまだクリアできてないです。めちゃくちゃゆっくり遊んでるんでね。はい。ちょっと降りて、ギブアイステーキちょっと作って、はい、ちょっと料理します。リブアイステーキ？まあ、この辺も、ね。無駄になってもしょうがないから。うん。まあ、そんな感じで、そのままベンダーに売っちゃいましょう。
まあ、せっかくなんで、ビルドをね、クラフトのビルドに変更して、行っていっちゃいましょう。よいしょ。あと、どうだろうな。分解で鉄達成できるかね。ういっと、いかがでしょう。鉄を含むジャンク、足りねえな。全然足りてねえな。はい、じゃあ。まあ、あと、ここでちょっと売ってるのを願ってさ、行きましょう。はい、リバイステーキ。ヤオガイリブからオムレツ売って、ラット、で、リバイステーキもう2本いらないから売っちゃって。はい、これで達成ですね。あ、これちょっと売ろう。売ろうっていうか、ちょっと少々交換しとこう。あとさ、なんかねえかな。あ、そうそうそう、なんか、食事系のやつ結構いっぱいあったんでな。ちょっとこれちょっと売っとかないかんわ、みたいな。忘れたわっていうのが結構あった気がするから、マトンチョップとかね。あと、どれだ。キノコスープもこんなにいらねえんだけど。まあいいや。よし、オッケーオッケーオッケー。いやー、もう今結構酔っ払ってるから、もうボケボケなんだけど、もうね、ボケボケなんだけど、ちょっと鉄系のジャンクちょっと欲しいよね。鉄3でしょ?タイプライター、鉄2でしょ?これで5でしょ?ありそうで、達成できねえか。あらあら、こんにちは。楽しんでる?いや、4? 7? あと3! あと3ということで、まあ、やっぱグールも殺しに行かないかんから、グールポイント行きましょうか。めっちゃ見とるが。まあまあ、いつものポイントなんですけど、アンティーク、アパラチアンティークのここですね。ここが、さっきのとこもそうなんだけど、フレディ・フィア、恐怖の家、恐怖の館、恐怖の家、恐怖の家のとこにいるのも、光るグールか、ウェンディゴの抽選なんだけど、ここのさ、アパラチアンティークの2階も、ウェンディゴか、光る抽選だからね。いい感じ。オッケー、まず1体。鉄ね、鉄。鉄、鉄、鉄。銀?オープン。あれ?いらっしゃい。やっぱ死んでるなぁ。あー、今回はウェンディゴでした。いらっしゃるね。オッケー。あと2体なんだけど。軍用袋。いいね。モールラット、モールラット。まあ、グールを探す旅になりそうだな。グールなんて、ま、ここもそうだけど、ここ周辺いるから、結構この辺歩いたらグールがこう寄ってくるシチュエーションが結構多いんだけど、もうね、そうなんよね。刑務所のとこ行こう。東部刑務所。ここのとこに外にいるよね。スコーチだっけ?スコーチのような気もしてきたな。で、裏側には中、ね、中にはスパミューもいるし、中っていうか裏庭っていうかその、ね、表のとこね。あと一体ちょっと殺して、あと鉄。これグールっしょ。ローマ。あとさ、そこにもいるからちょっとこの辺に退散して。そうね。あと、そっか、そういうことか。ここのイベントを攻略すると、イベント攻略になるから、なんか、作業台かなんか作って分解して、鉄達成して終わりって感じかな、今日はね。そんな感じを予定して、
ファーストトラベルしていきたいと思います。何の敵か知らんけどね。願わくば、ね、モールマイナーとかがいいのかな。まあ、モールマイナー来ねえだろう。やっぱ、プロテクトロンってかさ、共産党の奴らか、共産党ロボか、グール。虫？もう着きます、着きます、着きました。おっ！モールマイナーじゃん。あー、いやいや、オッケー。はい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 。オッケー。うわー、ウェーブ4もあるのか。これさすがにあれやろ。ちょっと作業台作れる？クラフト。はい、鉄を含むジャンク達成ですね。スコア82まで来ましたね。OK、 オッケー。ちょっと走れねえんだけど。はいはいはい、行きます行きます行きます。 OK、 ウェーブ4ね。まあ、それはちょっとカットしましょうか。ちょっと終わらせますね。はい。そんな感じで終わりそうなんだけど、いった、あそこでスタックしてる感じ。どうだ。はい、お疲れ様でした。イベントを完了する。あと、鉄の方も終わったということで、ランク83に達成ですね。はーい。ちょっとパーアーマー降りて、こっから荷物整理しないといかんのだけど。はい。どうだ？まあ、これはまあ、おいおいやるとして、全然生前の食料集めてねえな。はい。まあ、そんな感じで今回はこんなところで終わりたいと思います。デイリーの方終わったんでね。まあ、この後は荷物整理して、まあ、ちょっとその辺の建物の中の生前の食料、ちょっとその辺を確保していこうかな。そんな感じに思います。で、今時刻的に時間は、56分なんで、これもちょっと終わらして、まあ、次回パートは残りこれがリーチになって、この辺も、ね、いけてるんじゃないかな。はい、まあ、そんな感じで今回はこのところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。